エマニュエル2003年、ドイツのフランクフルトブックフェアにて、エマニュエル・ドンガラは、コンゴ共和国出身の科学者、小説家。現在は、マサチューセッツにある、バードカレッジアット・サイモン、S ロックのフィッシャー・サイエンス・アンド・アカデミック・センターに、教授として勤務している。1941年、コンゴ共和国に8人兄弟の長男として生まれた。父は小学校の教員で、 とりわけ裕福ではない一般の家庭であったという。国費留学生としてアメリカへ留学し、オーバリン大学で学士号、ラトガース大学で修士号、その後、フランスのストラスブール第一大学で専門領域の博士号を、モンペリーエ第二大学で科学の博士号を得た。その後、ストラスブール大学及び、 フランス国立パリ高等科学院で学生の指導や不正合成研究、ポリマーの合成研究などを行った後に母国であるコンゴ共和国のブラザビル大学に科学の教授ポストを得た。1997年、ドンガラがブラザビル大学の学部長であった時にコンゴ共和国内戦が勃発した。この時、バード大学の学長であったレオン・ボットスタインや アメリカ文学者のフィリップ・ロスラは、今後から亡命した多くの大学教授援助を行った。ドンガラもボットスタインらの援助を受け、アメリカの大学であるバード・カレッジ・アット・サイモン、エスロックの科学の教授ポストを得ることができた。なお、日本の作家、探検家である高野秀幸は、ドンガラの著作を翻訳した縁で、市の永住ビザ取得に関してアメリカ移民局から、 エマニュエル・ドンガラの国際的評価を証明してほしい、との手紙を受け、協力したと辞書に記している。また、ドンガラの長女は20歳を超えていたために、ドンガラの家族として亡命が認められなかったが、フィリップ・ロスが、クリントン大統領へ直接陳情を行った、結果、無事に長女も亡命することができたという。科学者としての専門分野は、立体科学と不整合成、環境独性学である。 一方、小説家としても多くの賞を受けており、狂犬、ジョニーや、星々から来た少年などの作品で知られており、イギリスの出版社である、ペンギンブック社のペンギンブックオブモダンアフリカン、ポエトリーでも特集されている。また、ドンガラは、グッケンハイムフェローシップの受領者としても知られる。ドンガラは、幾度かの日本訪問経験がある。彼の弟は、 日本の東京大学へ留学しており、1980年代半ばに弟を訪ねて日本へ一度来訪したため、今後共和国では当時他に日本について詳しい人がいなかったこともあり、今後共和国一の日本通りとしてテレビなど、また著作の世界が生まれた朝には弟を訪ねた際に滞在した浅草のホテルにて執筆が行われた。 abcdhttp コロンスラッシュスラッシュ si mons.roc.edu シュ k ドットスラッシュ academics ラッシュ meet ダッシュ th e ダッシュ faculty スラッシュ ememenuel ダッシュ t o n g a l a サイモン s ロックカレッジエマヌエルダンガーラ高野秀行異国東京漂流記 71から73ページ、集英社、2005年2月、高野秀幸、異国東京漂流百124ページ、集英社、2005年2月、高野秀幸、異国東京漂流記。ありがとうございます。